わからん。はい、皆さんこんにちは。朝日新聞囲碁担当の大出です。この盤面を見るとですね、白一色しかないようですが、実は差にあらず、プロの目には黒石と白石が見えているのです。その一色をなるものをですね、鈴木伸二八段と孫誠七段に打っていただきました。一体プロの頭の中はどうなっているのか、皆さん驚愕の対局をぜひご覧ください。時間になりました。お願いします。お願いします。あ、先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。この一色語っていうこと、一色語って、はい、っていうことなんですけど、どうですか。僕らは見えてるけど、はいはいはい、対局者は見えないわけね。そうなんです。そうなんです。これ、はい、僕らも子供の時代時結構やったことあったよね。そうですね、なんか陰性の時とかすごい遊びました。うん、で、はい、目を隠してやるよりも盤面に石があるから、うん、多少分かりやすい。そうですね。そうだよね。結構分かりやすいです、うん、結構分かる、うん、結構で、これができないようじゃプロではないと、いうことは言えますね。そうですね。目を隠してやったらできなくても、まあ仕方ないかなって部分もあるけど、はいはい、石があるわけだから。そうですね。うん、これ忘れたら、ね、うん、形を見て思い出せばいいだけですもんね。そうだ、そういうことだね。はいはい、だからこれができないようじゃ、はい、ちょっと、考えてほしい。ないと思いますし。田舎に帰った方がいいんじゃないかと。二人の田舎はどこですか。神奈川です。あ、神奈川ですか。神奈川に帰りなさい。北海道ですか。あ、じゃあ、あの切符を用意して。まあ、この辺だったら、俺たちは全部わかるんだ。はいはい、わかる。自分たちは見えるようになってます。はい、だから、まあちょっと、俺たちはカンニングしてるから、あんま、大きいことは言えない。大きいことは言えないね。あ、そうです。うんうん。だから、俺たちも、はい、これ盤面、テレビっていうか映ってるんですか。上の方は、はい、2人が、ね、分からない。で、下の方は全部俺たち分かるわけね。はい、自分たちもなるべく上の画面を見てやりますか。上の画面で見ながら、なるべく、なるべく、うん、条件を一緒にしてね。そうかもしれない。うん、そうだね。あ、そういえばこの5番って視聴者の方に。いや、あ、そうですね。視聴の方はどうなってる。見えてますか。両方見えてる、はい、一応皆さんにお伝えすると、上が対局者が見えてる風景で、うんうん、この下側が下から撮ってるんですけども、うんうん、一応黒と白両方見えるようになってますので、全部わかる、はいはい、下の方は普通だ、ね、そう、はい、対局者と同じ気持ちになりたい方は上だけを見ていただいて、とても無理という方は下を向いていただければと思います。そういうことだね、はいはい、自分たちはなるべく上を見て、うん、今の割り込んだとちょっとありえないぐらいひどそうな手に見えるけど、どうですか。ちょっと田舎の切符がちょっとそろそろお金を出す準備が。驚きでしたね、今の割り込みは。今回この直筆サイン、チクンメーターっていうのがあって、はい、チクン先生の形勢判断が常に見えるような、うん、バーを用意してるんですけども、うんうん、いや、これはもう割り継いだから、これもうあれですよ、はい、もうこれが今真ん中、どっちがどっち、こっちが黒ですね。だから、白が圧倒的に良くなった。何パーセントぐらいとかありますか、先生。もう黒はゼロでいいんじゃないの。、はい、だけども、はいはい、だけどその後つけた時に、はいはい、つけた時に三々に入った手はちょっとかっこいい手だね。確かに。どうもな、いい悪いは別にして、いい悪いは別にして、まあかっこいい手打ったから、まあ全部じゃなくて、じゃあ2個ぐらい残しておきましょうか。そうだね、2個ぐらい残したけど、三々はかっこいい手だったね。なんかね、なんかこう、ちょっと竹君先生の激励が効いたかもしれない。あ、激励効いたんですか。三三はちょっとなんかプロ魂を見せたね。そうもない。確かに。なあ、はい、うん、今こちらになります。はい、うん、そうそう、そんな感じだね。はい、うん、うん、でもプロだ、いやいや、はい、プロ魂を見せたからさ、はいはい、これ一つ、これ、優しいね、優しいね、なんかそういう、なんかかっこいいじゃないの、はいはい、プロ魂かっこよく打たないとダメですよね。うん、そう、そう、そう、必要、かっこよく打つってのね。
とこれ一食後だと、あ、うん、無難な手は選びたくなっちゃいますよね、どうしても覚えたいから。ああ、それはあるね、はいはい、それはあるね、あ、それはある、うん、先ほどちょっと練習で自分も対局したんですけど、うん、なるべく簡単な手をなんか選びたくなるんですよね、うん、あ、そうだね、それはあるね、言うとおりだね、うん、先ほど石の紹介だな、あ、こんな感じになってどうしよう、あ、そうですね、先ほど、うん、あ、先ほどというか今使用している碁石が、うん、白石は普通の碁石なんですけど、これだと画像が見えてる、映ってんの、映ってます、あ、あ、はいはい、ここが画像映ってんのか、はいはい、この白石は普通なんですけど、うん、黒石が片方は、まあ、白なんですけど、裏にこのようなシールが貼ってありまして、うん、まあ、これで下から見るとちゃんと黒白が分かるようになる、うん、これを開発した人はどなたなんですか、ああ、うん、朝日新聞の方なんですか、あ、朝日新聞優秀な方多いですね、素晴らしいですね、いや、でもぜひこれで棋戦みたいなのも作ってたら面白いですよね、この一色が、うん、あ、そうだね、はい、うん、これそれにほら、あの視聴者の人は分かるからいいよ、ね、そうですね、視聴者の人上の場面でやられたら何やってるのかと思うね、はいはい、うん、いや、どうしよう、ちょっと悩まれてます、あの僕らでもさ、頭の中で検討すること、はい、あるじゃない、はい、例えば、はい、今日みたいに一日目終わってみんなで今まで食事して、はいはいはい、食事しながら、はい、あそこ切って跳ねて伸びてって話するじゃない、はい、だからそれよりはこの多少は分かりやすいね、そうですね、うん、形として残ってるので、うん、そうだよね、あとなんか頭だとちょっと盤面の距離感が分かんなくなるってことがありますよね、うん、幅がね、はいはいはい、こういうのでも、うんうん、その視聴でも追っかけられるし、はいはい、分かる部分があるからね、でもこの2人ちょっと一生懸命打ってない、そうですね、一生懸命打ってる、やっぱ筑波先生に見られてしまうとどうしても一生懸命打つようにないみたいな悪い気がしますけど、うん、ただ俺は今下で見てるからあれだけど、はい、上の方だったらもうすでにさっぱり分かんないね、そうですね、うん、今形勢どうなの？いや、どうですか？なんか黒がよく見えてる。さっき、今 70% なんですけど、いつの間によくなったんですか？黒がいいですか？どっちが黒なの？いや、おっしゃっていただければ、はい、黒何パーって言っていただければ、お返しします。黒7にしよう。黒7にしよう。もうちょっと、その原因をちょっと解説していただいて、書いてる間に。なんか、俺は酔っ払ってるから。なんかね、突然三々に割り込んで繋いだ時、はいはい、なんか石が行く時行ってないから、はいはい、と思ったんだが、三々、はいはい、からなんか突然なんか気合で黒がいいことにしよう、気合でちょっと割り継がれたと切られたのがちょっと大きかったってことですかね、うんうん、そういうわけではないですよね、いや、本当は、はい、まだ白がいいのかもしれないけど、はいはい、なんか気合で黒がいいことにしよう、はいはいはい、気合ですね、気合で白もそんな感じしない、や、確かに なんかなんとなくな、雰囲気に急に黒字が大きく見えて、そうだよな、うん、だから変なもんだよね、だから石は、なんかむしろ変な方がいいかもしれないよね、わ、うん、かんないもんだね、いや、どうしよう、だから具体的に言うとね、俺はあんまり具体的に真面目なことを言いたくないんだけど、はい、あそこの白が棒に繋いでってあるじゃない、はい、あれは悪いんだよ、はい、割り継いで軽く打ってそこに切られないように、そうです、切られる前に切りをそこに繋ぐ必要はないんだけど、うん、切りを小さくする手を打つべきだ、なるほど、桂馬とか、うん、そうそう、なんかかかるとかね、はい、かかって で切られないように切っても大したことないようにする、うんうん、あそこでそのつないで今口で言っても視聴者の人全然わかんないと思うんだけど、二人わかるよね、はい、テレビにね、はいはい、だからそこにちょっと2手かけたのがバカ野郎だねバカ野郎と田舎の、うん、そうそう、いや神奈川に帰れと、お前はじゃあもうこれもうあれじゃん、もうじゃあ
あの白ゼロにしちゃう。めんどくさいから、ね、ゼロにしちゃう。めんどくさいですから。めんどくさい、ゼロにしちゃう。お、跳ねました。跳ねたね。これは羽は、羽はいい感じか？どうなんだ？どうですかね。羽、なるほど。ちょっとこの数字損座なんで見てもらいましょうか。いや、ちょっと評価値。いや、羽がいい手でした。ちょっと羽がいい手で、いや、今こうなった。いやいや、それで全部ひっくり返した。全部ですか？全部、なんか今の羽でどうするなんか、シュー、いや、全部ひっくり返したよ。ダメだよ、もう黒。もう黒、そんなとこ出しちゃダメですよ。いや、羽いい手だ。ここで切る手がないね。切る手ある？切る手は、全部ですか？ちょっと切る手があるかね。どうも。難しそうですけど、切る手があれば、切る手があるかどうかだね。わかんないね、ちょっと一瞬。これ結構変えるの大変なんで、そうだね、ちょっとずつでもないですよ。じゃあちょっとわかんないから、ゴブゴブにしとこう、ゴブゴブにしとこう、ゴブゴブにしとこう。本当は 100% なんだけど、わかんないからわかんない、ゴブゴブにしとこう。いや、この一手によってね、ここで切る手が成立するかしないか、まあ黒も考えてるね。下跳ねるぐらいだとダメなの？下跳ねはちょっと辛くないか？下跳ねて二段して切って抱えでしょ？そしてそこで難しいね、黒も。今こういう数値にゴブゴブになってます。そういうことになりました。これね、俺とてもいいアイデアだと思う。人間があるからね、しおちゃんの皆様わーわーとか言ってね、面白くおかしい。これが AI があったら答えに行っちゃうんだ。そうですね。面白くも面白くもないでしょ。だから AI はダメ。これは AI と付き合うやつは嫌いだね。これからこの名人戦とかでも全部チクンメーターでやっていただきたい。これでやってもそれしたら視聴者喜ぶよ。そうだろ。明日からちょっとそうしよう。そうしよう。それがいい。いや、これ悩ましいね。切るか下跳ねか、二択だね。二択、ね、今考えてるね。ああ、跳ねました。ダメだと見たんだ。じゃあ、もうこれ俺は気合が悪いですか？もうこれ、もうあれだね。じゃあちょっとずついきますよ。言葉はいらないですよ。言葉はいらない。好きにしてくれ。だけどここで白も難しいな。白もどこに打つか、これ難しいね。跳ねるとしか三々があれだし、どうするかだね。例えば一点飛びで隅が地になるかどうかってこともあるね。しかも一点飛びで全部打ちだったら大きいやつ。そうだな。でもいや、この一手は難しい。視聴者さんも一緒に考えたいって感じだね。いや、この一手は難しいな。形は、羽っていうのは皆さん分かるかな。羽って言ったら、黒4個と白4個並んでるでしょ。そこを跳ねるのが形的にはすごいんだけど、三々に入られる。そうですね。その時にどうなるか。だから跳ねの代わりに一間飛んで隅が地になるかどうか。隅が地になれば白がいいけど。そうですね。でも上辺のところですね。でもなんかつけぐらいやられた時にどうなるか難しいね。はいはい、ちょっと減らされるだけでも嫌ですよね。それとこの白の壁が下手するとなんか攻めてこられることもあるし。跳ねてました。跳ねた。跳ねはだから三々に入られても大丈夫とこう考えたのか。そういうことだね。もう取れるっていうことですか。取れるか、このなんか伸びの利かしの具合でなんかやっていくか。生かしても勝てるってこと。生かしても勝てるの。黒字をなくせば勝てるということだ。あ、でもつけか。あ、つけか。三々じゃないんだ。俺の打った手と違う手を打ったから、はい、また下がっちゃう。もう出るにしてだから、俺の声を聞いてるはずなのに、はい、俺をバカにした言うことを聞いてない、なんだお前は、あのヘボくせにギャギャうるせえというような手でしょ。そうですよ。サンサンなんてありえないだろう。何なんだと、ふざけるなと。
今押されて困ってますよ。そうだろ、それに俺が三三に打つって言ったからあいつはつけたんだよ、はい、だから俺のことをバカにしてる、はい、それはね、良くないんじゃない。いや、良くないですよ、うん、あれはね、なんか根性が腐ってるね。あいつなんか口ではさ、なんかちくん先生先生とか言うの、心の中バカにしてるんだよ。そういう方が今あのクソじじ早くしねみたいな感じで。だけど俺が三三に入っていって、はい、どうなのかって言ったら途端つけたよな。全然迷ってなかったですね。迷ってる、うん、ジャケンじゃないみたいな。でもなかなか動かないですよね、ここから。当たり前だよ。なんか当然だよ。俺をバカにするやつはもう生きていく資格がない。鈴木さんの評価値を上げたくなったらおっしゃってください。ちょっと今この状態でしまっておきます。はい、そう、はい、それは当然。だけど師匠さんの中でもね、鈴木のやつを好きなやつもいるんだよね。大人気、うん、大人気なんですよ。あ、ただここでどうするかだな。切るか、切るか谷伸びるか、二択だね、どっちかね。形は切りか。そうですね、形は切りですか。形は切り、谷伸び、はい、谷伸びって、あ、引きっていうのか。引きだと白は下がりですか。下がりかな、わかんない、その辺は難しいね。うん、うん、なんか引きも、まあ、仮に繋がれてもここが連絡が大変か、ちょっと、あ、そうだな、鉄壁なので。あ、そうか、じゃあ切るしかないのかね。切りか下に跳ねるみたいな。いや、突きはあいつね、俺に反発して突けただけなんだよ。そうなんです、そうですね。あとは何も関係ない。全然言うこと聞いてくれないですよ、こっちの。なんか根性が言うとね。あ、でも打たれてみたら、あ、いい手です。まあしょうがないみたいな感じあるかな。あ、はい、どうですか、上がりそうですか。いやいや、それ上がらない、上がらないけども、切りも引きもちょっと、はいはい、重そうでしたもんね。あ、重そうだ、うん、あ、これが唯一可能性があるかもしれない、うん、というのはね、はいはい、例えばここで切ったとするじゃん、はいはい、これは三骨とか作れないの。ああ、それは作れないのか、うん、でも口で言ったら分かんないよね。だから例えば切ってね、はい、切って下がって押さえるでしょ、外からですね、外からだね、はいはい、で切って伸びて当てて、はい、で下がるでしょ、はい、で張って、はい、で抱えるでしょ、はい、で上押しが効くでしょ、はい、で桂馬ぐらいに外して、はい、精神してこっちの壁の白を全部取っちゃうみたいな。それだと白にチャンスがあるかな。なんか雰囲気的に。いや、あ、黒です。なんかごめんごめん。黒にチャンスがあるかな。ね、石を取るチャンスが、うん。それが黒の狙いだね。うん、狙い、うんうん。だけどそううまくはいくまい。お前の狙いなんてのはね、すべてお見通しなんだよ。粛清そうか、左下もちょっと白目できそうな形してますよね。あの、切りがあるからね、切りの根の残ってるからね。あ、でも、まあでも切ったね。あ、でも、ってた、あ、あでも、なったね。大丈夫と見たわけか。まあこれは、もう切っていくしかないだろうな、多分。さっきの図になってどうなるかだね。もう黒は捨て石ってことですね。捨て石だね。だから黒を捨て石作戦を考えてるよね。ああ、そうなりそうだね。でもおっしゃる通りですね。うん、そうなりそうだね。例えば今下がった時に、うん、まあ、生きる手もなくはないんですよ。あ、生きる手があるの？どうやって？下がって白下がるでしょ？はい、んでどうやって生きる？その下に跳ねて、あ、値段、はい、それではダメじゃないか、多分。あ、今の言ってる図は、はい、こっちはあの上ちょっと難しい、跳ねて二段場にして、でずっと捨てる、はい、多分それでは込みが6目半あるから6目半は出ない。ちょっと込み6目半だよ、ね、6目半です、多分出ないと俺の長年の感覚から言ってますか、言ってますねと思うよ。3の5に跳ね、3の6に跳ねて、うんうん、に跳ね、白が2の6に跳ねて、さらに2の 7に跳ねて、うん、下から絞っていく手がある、うん、絞ってね、で隅を、うん、
押さえると、うん、ちょっと黒の手数が伸びてる。手数が伸びてるから、だけどもここにね、その後ここにこうドカンと打ち込まれた時にどう対応する？ここここ。1、2、3、だったいくつ抜いた？四の。何のいくつか分かんない。 8の6ですね。8の6か。そこに打たれた時に対応が大丈夫かな。どうする？9の6です。9の6か。そこに打たれた時に、いやなかなか符号で言うの慣れてないんで、はい、飛びぐらい打てば大丈夫なのか。下飛んで引いてつければ大丈夫なのかな。上からつけるの割り込んで下跳ねられて、はいはい、あれだろ。そこ目減り食ったら、ま、ダメでしょ。下につけぐらいだと下につけて大丈夫なのかな。ぶつかって切って大丈夫か。跳ねてつないで、うん、つないで大丈夫か。そんでつないでこすんで伸びて攻め合いって勝てるのか。上に抱えぐらいでもどうですか今。あアンスで下で渡ってんのか。そんな入れなかった。大変してた。でも俺が失敗し今失敗したことを視聴者の皆さん分かんないだろうね。ちょっと何言ってるのか。ちょっと伝わらないのか。伝わらないのが、そう、あ、そうだな、アイムソリーでした、間違えました。それだったらそれもなかなかか。隅に行ければ。隅に行けるのも結構大きいですか。大きいは大きいの。今かなり変わりますか。変わるかな。俺計算判断できない。そんな相場か。でも難しいね。あの、おお、三浦君の立てたようになった。お前の息を聞いたよ。あいつね、なんか俺のことをなんかちょっと嫌ってるじゃん。そうですね。なんで筑前先生の話聞いてくれないですね。あ、意地でも別のことやるんだみたいな。根性が腐ってんのか、あいつは。田舎に帰りたいのか。田舎に帰りたいのか。北海道が恋しくなってる。北海道が恋しくなってる。そうか、なるほど。しかしか、あの白も部分的には黒ひどいんだけど、この白の壁と壁が合体してるからね。確かにちょっと凝り形、うん、凝り形、ああ、そうだね。結構13路独特の、あ、独特の、そうだね。19路だとこれはないかもしれないな。厚みが働かない。ああ、そうだな、うん。そうか。でもこうなったら白はしょうがないね。そうですね。もうあの一本道だな。この孫さんってすごい、うん、頭が良くて。頭いいの。そうなんですよ。記憶力もすごいいいんですよ。頭悪そうに見えるけどね。そうなんです。あ、そうなんです。見せかけてるだけで、はい、めちゃくちゃ頭がいい。頭だけどお前の方がよく見えるでも向こうの方がいいな。向こうの方がだいぶいいですそうなのか。わかりやすく説明もしてくれますし、僕はこの形複雑になればなるほど、うん、あの実力を発揮するので、うん、難しくしたいと思うんですけど、ちょっと今おとなしい碁になってますよ。いや、これで、なるほど。細かいね、でもね、多分。どう、もう計算できるでしょ。いや黒勝ちの感じか。どう思う？どうですか？うん、いや、なんか雰囲気、俺はもうこの二段バネで、はい、もう想像もできなかったけど、想像もできない、うん、いや、もう上向いて、隅曲げて、取りに行って、取りに行ったら、お互い慎重ですね。うん、さっきの俺の図はダメだったのか。あ、ちょっとなかなか取れないってやつ。あの、こっちの白の壁をですよね。黒の体積の根が残ってるからね。そうですね、うん、そこが二段根がね。ああ、俺はこの手は気がつかなかったね。これだと一本道か。でも結構これ黒も大きそうですよね、うん、あいつなんか関係ないとってカッコつけるな、あれ。絞ってから抑えろって感じな。な、意味まるでないと。俺ね、そういうことやつ嫌いなんだよ。絞ってやったらどんなことだな。そうですね。なんかちょっとギリギリのところで打とうとかね。そういう。ほんとね、その分かりやすいやつ。邪念、邪念。いや、なんか
ね。でも絞り前に抑える方がちょっと強そうに見えるな。そうですね。そんなことね、はい、絞ってから抑えるパターンだかな、なんか、うん、かわいい感じしますね。なんか雰囲気がそういうのあるよね、はい、うん、さあここで白がどっかガツンといく手があるかどうかな。だからこうなってくるとさっきパシッと跳ねた点が無駄ない手になってるんだよな。ああ、うんうん、確かにそうだよな。だから筑紫はこの隅が荒らせるのが嫌なので、うん、ちょっと控えて、うん、一見取りにした方がいいんじゃないかとおっしゃってますね、うんうん、思ったんだけどね。だからなるほど、こうなるとおーつけてきた手も成功したか。ちょっとあの二段バネでこうやって捨てるのちょっと白はうっかりしたかもしれないね。そうですね、うん、そうだね。三浦君の解説が聞いたかもしれないですね。聞いたね。多分言わない、言わなかったら絶対気づかなかったじゃないですか。いやいやいや、そんなことはないと思う。あいつは人の助言を聞いて打ったが。まあ、なんと言おうかね。そういうこと、いや、いいよ、してもね。しょうがない。でも、俺が言ったことはことごとく。あれが意地なのかね。どうなんですかね。お前の言うことは聞けねえぞ。やっぱ人真似は良くないって言いますよね。うん、いや俺のこと嫌いなんだよ、ね、いやそんなことはないと思う。いやそれでね、はい、多分俺そ想像するんだけどさ、はい、その一緒に歌ってじゃない、はい、あそう俺の歌が、はい、うまかったから、はい、なんか気に込まない。あ確かに、うん、なんかもう全然、うん、もう歌も僕も聞いてたんですけど、うん、気持ちで負けてました、ね、そうだよね。だからあいつね、なんかなんかそれが不快に思ってた、ね、ああ、そうやだね、そういうなんかちょっとちっぽけな人間だね。歌ってる時は自分冷静に見えたんですけど、うん、やっぱうちに秘めてたものがあったのかもしれない、うん、あったんだね。ああ、近いですね、うん、やっぱそこに行く気はないっていうのはあるね、うん、孫さん素直ですね、今日近藤先生の、うん、いや彼は本当性格いいから。でもそこはね、はい、誰も思うその一手だよね、うんうん、あとはどうなろうと。でここでどうするか難しいね、うん、先ほど言ってた右につければ無難ですか。うん、あのつけた時に何か手があるかどうかだね。何かないのかね。そこでああ、そっか、難しいな、わかんないな。その、さらにつける、まあ、つけるだろうね。だからそこのところで点があるかどうか。そうですね、ちょっとパッとは見えないですけど。パッと見えないか、見えないな。まあそうくるわね。俺はそう応援してるんだけどね。俺はね、やっぱ心の根の美しいやつが好きなんだ。これは変わらないですか。気持ちが出ちゃってますけど、この損そうなんだ、永久に変わらないよ。永久に変わらない。何を言ってんだよ。冗談じゃないよ。気持ちが大事ですよね。そう、気持ちが大事。ここっていうのはこれで普通に収まったら黒の勝ちなのか。どうなんですかね。雰囲気的にはどうですか。確かに雰囲気的にはなそんな感じするな、はい、あの隅、大きいな。確かに、うん、よし、なんかあるほら、これ来たよ。よし、これで白の勝ちだ。よし、やった。どうするこれ。どうしますか。どうやっても白の黒がいいか。例えばこれこのなえっとですね、10の、うん、1234、10の7にぶつかったりすると一目当てたりするとどうなるんですか。パッと見は下がりじゃないか。あ、ここで、ここでですか。ここで下がりですか。うん、厳しいです。12の4ですか。うん、12の4に下がって、ええ、で白が、10の7にぶつかってきたら、上からつけてっていうのは、ああ、すごい。多分崩壊してるような気がするんだな。いい手ですね、すごい。打ちづらい。厳しいですね、やっぱり、しかし発想が。うん、このね、下がられたって息が止まるような気がするんだよ、うんうん、瞬間的に。例えばね、はい、今なんかぶつかると下跳ねて霧があるじゃない。あ、そうです。だから、はい、ここでつなげば安全かもしれない、うんうんうん、
つなげも安全だけど、そこは打ちづらいんだよね、うん、だからそこを打たないからどうするかなんだよね。だから形は下がりなの。下がりです。下がりで息の根を止める。でぶつかるしかないでしょ、はいはい、でつけて一目を取ってガチャンとやって、もう白の目はないぞ、目がないぞということなんだけど、はい、でも俺が下がるって言ったからあいつは絶対下がらないはずなんだよな。いやだからそこでどうなるかなんだよ。先ほど打ちづらいという声がありました。でも下がれば息の根を止めるっていう感じはあるな。それもう成功してしちゃえばもうそこで終わりな、うん、そうだよな。形はな、だからまあ繋げば硬いか。硬いです、ね、硬いな、はいはい、うん、寄せ勝負ですね、うん、寄せ勝負だな。でも繋げはちょっとこうみっともないっていうか、そうそうです、勝ちたいみたいな、はい、そういうな貧弱だね精神。おおお、何よあいつ見直しましたかこれは。いや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 厳しいですね。いや突然突然そんな急にそんなこと言われてもっていうなあ、ね、うん、何してもダメじゃん。突然だね今のは。人が変わったように、人が変わったように。あそうか、でも結局こうなるとあの隅二段バネのあれがすごい手だったか。そう、うん、俺は全く気がつかなかった。自分も全く気づかなかったです、ね、うん、あの捨て石にしてこっちを勝負かと思ったけどね。そっか、いろいろあるんだね、うん、頭がやっぱ柔軟じゃなきゃいけないね、ここはな、うん、うん、そうだね。そっか、これはちょっと白損しちゃったな。筑先生の応援してる孫さん今苦しんでますけど、なんかいい手はないですか。あ、孫が損した。うまいこと言ったね。孫が損した。ダメじゃんね、孫が損した。どうしよう。めっちゃ厳しい。もうしょうがないか。うん、しょうがないかって言ってるよ。もうやる気はないと、やる気はない。うん、そうだな。それで最後の一戦を交えてそれしかないな。その時に白はどう、黒はどうするか。硬いね、硬い。まあ向こうへ膨らむ手もあるんだけど、まあ、こっちのは硬いってことなんだな。膨らむとちょっと白の眼形ができる可能性があるっていうことなんですかね、うん、これはやっぱり損しただろうな。腕絞って絞ってどうなんだ。絞ってこれは割り込んでいくんですかね。割り込むしかないね。もうあの中で切ることはできないから割り込んで、割り込んでその右に切ってつないで、まあこうやってして当てて、小材は白の方が上で、まあ、当てて下ねって当てて全部絞って血ができて、どうなんだ、米があるから黒も今のグズミは妥協したかもしれないよ。そうです、向こうに膨らんでる方が、うんうんうん、な、あの、あれだったかもしれない。あ、つけですか。つけから打った。おお、なるほど。あ、それはつけの方が絞りの方が今あったかもしれない。ほうほう、割り込みより良かったんですか、本当は。あ、割り込みより、あの、深いね、深い、うん、この方があの攻め取りで、あの隅の方の抑えが効、はいはい、いてくるかもしれない、ね、お、これは初めていい手を見たね。初めていい手を見た。まあ、黒は電を打って当てて取った方がいいな。で、隅が切るようになって、あ、うん、なるほど。あ、でもここで取ったら当ててこうで頑張るってのは、お、逆転だ、逆転。よし、あ、そうでもないか、関係なかったな、大したことなかった。関係なさそうですか、ね、関係なさ、当てても、まあ、当てても大したことない意味ある。当てて繋いで、まあ、切って、まあ、こっち、うん、少し遠くか、少し遠くだな。そう、うん、確かに、うん、当ててもあの、こうでやると、ここ一目繋がないで、その下に当てるっていうことですね、うん、そうだね、うん、
当てた時に繋ぐと向こう本にされて、はいはい、ひどいからね。コウ立てはもう黒勝てないから。でも白を当てる方がいいな。当てて、当てを打って、当てましたね。当てたね。それは取ったんだ。まあ一応取ったけど、関係ないか。コウ立てをどこか。でここ、コウ立ていっぱいあるんですけど、難しいですね。難しいね。コウ立てしていいか。しょうがないから、ツケだろうな。ツケですか、うん、こういう時に、こういう時にもしかしたら、うん、上辺単に押さえた手が2の2の曲がりのコウ材を使わせたっていう意味が あるかもしれないです。なるほど。今言ってる手の意味は、視聴者なんか分かんないけど、はい、絞りを決めないで、はい、単に押さえたっていうのことね、はい、2の4に押さえた、うん、何もせずに押さえた手が、うんうん、でもこういうふうに言っても多分分かんないとは思うんだけど、ね、うん、ね、でも今の、なるほど、そうだね、あなたはちゃんとフォローするんだね。えらいね。えらいえらい。いや、うん、どこを答えてかちょっと悩むな。うん、おお。ほおって感じだな。これは孫行だけど。孫行だけど。ここが大切部分なんだな。まあこうなるとこだね。そうですね。まあこの辺は普通しょうがないね。そして向こうへプクレンして隅を押さえてっていうことだな。小さいぞ。これは作れるぐらいですか。くれだろうね。まあ膨れないでこっち当てるとかダメすぎるってもあるけど、まあ一応膨れるんじゃないのかな。あまりでも膨れても意味ないっていうこともあるか。どうなの。例えば今右上を曲げたり、曲げは決まったりはしないですかね。どこどこ。どう。この曲げたら張り込まれて攻め合います。あ、そっか、うん、失礼しました。だから、うん、だから膨らむか、ね、例えばこっちを下張るとか、なんか攻め合い勝ち当てるとか、はい、その方がいいかどうか分かんない。部分的に膨らむ、でも膨らんでもダメ詰めてないから怪しいのかもしれないな。確かに一目当てるのは、うん、当てる方がいいかもしれない。隅、12の3に白が押さえたときに、でもう一回当てて、もう一回当てて、取っちゃう方がいいかもしれない。その方が多分いいかもしれないな。うんうん、膨らんでもあんまりいいことがないかもしれない。うん、コウ立てはもう白が無尽蔵だな。そうですね。うん、それあともうこれは当てぐらいに、うん、次がついてる。うん、次当て打っちゃうと下がられて打ってほしい。次うん。で押さえて。まあもう、まあ、か左上の絞りって打っちゃいますか。どうなの。いやか下がって攻め合いでも曲げられちゃあかん。あ、ここで下がりですか。うん、曲げられちゃあかんやろうな。あかんな、曲がられちゃう。罪、罪が手が伸びるし、押さえるぐらいしかないと。お、なんか狙う。ほう、なるほど、うるさいもんだね。これは。ほうほうほう。なるほど。なんかどんどんいきますね。これは何ですか。いや、今のと下がるの方がいいかな。これ置くね。ああ、大きいですか。うん。大きい以外に、だってこうは絶対勝てないから。大きいしかないよ。うん、今のは取る。どうだったかな。なんか、孫さん手が早いですね。早いね。読み切ってますと。いやいやいや。しょうがない。あなたは何をやってんですかと。私は全て分かってますと。ここで、隅を押さえたときに、切るっていう。切りを、そうですね、お前
ああ、お前がそうだ。お前が。キリだ。さあ、すごい手があるんだね。なるほど、キリか。俺、ここの言ってる意味を視聴者様にお伝えしたいね。番に並べたいですね。番に並べて言いたいね。視聴者様、何人の方が見てるか分かんないけど、この感動を伝えたいね。皆様にお伝えしたい。押さえた後にキリか。いや、でもそんなにいい手じゃなかった。どうして？いや、切ったらどう？普通に取られて。どこで、二目を。二目を取るね。でも、そしたら当てを打って向こう押さえて。で、まあ押さえてですか。うん、それで、でもかなりなんか毒っぽくない？うん、ここで切りね。ああ、これはいい手だね。これちょっとややこしくなりましたね。これがいい手っていうよりも、こういう手が見えない俺が情けないような気もするけど、ああ、いい手だね。そうだね。で、二目取るしかないな。はい。な。で、当てを打って向こう押さえて。なんとなく雰囲気出てるよ。うん。うん、出てる、出てる。数目得して。黒置いた手で跳ね継ぐとどうなってたんですかね。その、12の。でも、手作られて。普通、グズミぐらいだった。12の C 跳ね継ぐでしょ。跳ね継ぎで、ここいつ何ぐらいか、小隅ぐらいか。でまあとりあえずこう取って隅、まあ、たくさんコウ立て使ってっていう。ただこれ隅合いどうなってるんですか。見えなかったし、隅曲げたりして隅合いがね、なるほど。難しいね。難しいですね。ただ、はい、うん、あ、そうか、その良かった。でも実戦ではちょっと打ちづらいな。怖いですもんね。その、ここが勝てないっていうのがあるからな。はい、はい、うん、いやでもやっぱ孫さん手が見えますね。手が見えるね。これはいい勝負になってきたね。確かにもうこんなにぐちゃぐちゃすると解説できないですね。できないね。名人戦術深いか。これで常に企画としてやっていただきたいですね、うん、毎曲、うん、本当だね。切りは無駄ないな。切り打って向こう隅を押さえたな。攻めはでも黒勝ってるか。勝ってますか。うん、だけど全部の絞りが効くで、ああ、ここで12の3に押さえてっていうことですね、うんうん、で全部絞りが効いてパッパッと打って手止まりを打って白の半目勝ちか。そう、いや、いや、黒が勝ちか。黒の二目感が存在して、で白の半目勝ちで今 90% とか。じゃこれどういう攻め合いになってるのかパッと分かんないです。分かんないね。まあ一旦は取るな。そうです、ね、で、コウ立て、コウ立ても別にコウ立てがなくなってきましたね。無人像ではないんだよ。というかもう全然ないですね、よく見たら。そんなことない、そこいっぱい。左上に、左上でも2回ぐらいしかない。いや、最悪、損耗でも許されるなら1、2、3、4、4個あるよ。損耗打っちゃって大丈夫ですか、この局面で。損耗でも、この子を勝てば大丈夫だけど、勝てないのか。攻め合いも読めないんだな、俺は。攻め合いは、例えば、抜かれた時に当てたりして。ん、どこ抜かれたの。いや、当ててこすんで、こっちを押さえてな。はい、なるほど。そっか、それが前手か。まあでも、外側が全部いくっていう。だから、損耗できないな、はい、攻め合い勝ってるってこと。攻め合いは勝ってます。そうか、当ててこすんでこっちから押さえてダメが入れないと思うんだね。あ、やっぱすごいですね、これ2人対局できてる。確かに、しっかり、うん、おー、大きい。おお、これどういう意味ですか。まあ、いや、これはただ発表してる。え、それどういうことなんですか。いや、あの、クリックミスですよ。クリックミスだ。判断、あの、よくあるじゃない、あの、打つ場所を間違えたっていう、単なるそれですね。はい。
いやでも、いやでもでよく見たらこれこっちの方が近くなのかもしれないですね。すごい、いや、なるほど、はい、あ、そういうことか。あ、失礼しました。めちゃくちゃいい手ですね。めちゃくちゃいい手なのか。ああ、あ、これは俺の午後人生の中で初めて。あ、なるほど、字が得なんだ。この感動をお届けしたいんですけど。お届けしたいね。よくこうやって気がつくね。やっぱ頭がいいんですよ。そう、先ほどこういうところです。頭に。あ、普通気づかないじゃないですか。気づかない、気づかない。俺、クリキミスなのかと思った。ちょっとこんなに光和が発生すると考えていなかったので、補充を。一瞬の補充。だけど、はい、分かんないよ。つけて、はい、抱えるでしょ、はい、分かんないよ、難しいよ。はい、あ、下跳ねたら引いてて、こっちが違うから。これだと鳥が絶対当たる、はい、こっちの引きの具合があるから。あんま頭良くなかったですか。うん、そんなに部分的には感動だけど、こっちがなければ感動だけど、こっちの具合がちょっとあるから、伸びるみたいな。確かにこれ伸びた後次のちょっと確かにあんまり、うんうん、あんまりでしたね、うんうん、だから例えば、うん、一斉に置いた手でその斜め右下に桂馬とかももしかしたら先手だったかも。桂馬が一番いい手だったな。なるほど。どこに、あ、ここ、ああ、おー、そうですね、確かに桂馬ちょっと頭が良すぎたかもしれないです一瞬の動きは頭がよく見えて、うん、本当はアホだそしているじゃない。要するになんかよく見せようってう雰囲気は黒勝ちか、なんとなくね。でも二人はさ、はい、完璧に分かってるってことだな。そうですね。うんうん、ああ俺たちはあの白黒で見えてるからだけど、二、はいはい、人は完璧に分かってるから、それは二人を褒めてやろうか。そうですね。うん、いやすごいですよ。あ、すごいな。そう、これ上の方で画面で見たら何も分かんないもんね。まあ最初からこっちで見るのかな。あ、うん、どこ撮っていいんだか分かんなくなるんですよ、ね。あ、だから撮ったり当てたりちゃんとできてるね。はいはい、いや、褒めてやろう。偉いと。偉いです、うん。これ白こう立てどうするのかだね。そうか、これでも聞くか。取ったのが得ってことは、あ、でも分かんないか、取ったのが得ないもんな、取ってあの引きも大きいしな、うん、うん、雰囲気的には取ったのが得なのか、いい勝負か。でもあの伸びる手も結構大きいやな、はい、多分受けるよりは伸びる手の方が大きそうな、うん、じゃあもう取っちゃって切り取りして伸びて向こう下骨もあるし、そういう感じもある。悩むね、こういう時。はい、そうですね、うん。どっちもいいなっていう感じがあるからね。こういう時迷うよね。はいはい、結局悪いと言ったりするんだよね。しかもなんすこれ見えてないんで。ああ、見えてない。はいはい。確かに抜きで勝ちが分かったら抜いちゃいますね。あ、そうだな。あ、勝ちっていうことですか。勝ちって分かった。ちゃんと取ってる。これすごいですよ、ちゃんと取ってる。おお、偉いね。雰囲気は来るの勝ちがすって感じするな、なんとなくな。だから、なんか、黒の装着、三々に入らないで捨てたこと。そう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 。な。
ああそう。俺の言うことじゃない。あいつ確信があったわけじゃないけど、俺が三三に入れって言ったからあいつですけど。なんか結果的にうまくいっちゃったのかもしれないですね。ただの偶然だよ。そうですね。でもこれで白勝てたら立場ないね。今まで何をやってたの。でも俺の長い経験の中で雰囲気って意味ないそれが勝ちだよ。ちょっと長い経験っていうのはこれ13の番でももう分かるもんですか。うん、なんとなく石の感じでね。すごいですね、うん、もう計算できないからさ、はい、もうこれ2択ぐらいですかね。あ、おお、ここでこっち打んなら取ったって正解だったね。そうですね、はいはい。プラスに抜いて無理よりもこっちの大きいの、うん、そんなこともないなって気にするけど、傷にも大きいの気にする。そうでもないの。左下は斜め奥ですか。うん、あっちはあっちは、あ、もうちょっとあった。繋いでも6目ある。繋いで6目か。ああ、じゃあこっち切る。ああ、押さえないといけんだ。8目ぐらいだ。あ、8目だ、ね、これで黒が負けてるってことありえないな、多分な、うん、そんな感じですかね、うん、これで黒が負けたらよほどひどいんだな。でもそういう感じもあると思います。2人の表情もどのぐらいの差なんですかね。でこれは出を持って、うん、つなぐっていう形なんですね、うん、あそこはちょうど込みがあるね。この字とあの字8目ありますね。この込みとあの1個放り込んでるんで。あー、そっか、はい、うん、込み字あったらさすがにこれよりこっちの大きくない。こっちの小さいってことを考えにくいけど、わかんない。あ、そう、自分が設置しやすいけど、これ反抗じゃん。おっと、ここでどうした、どっか間違えた。反抗が反抗分かる。反抗反抗があったんですけど、ダメを。あ、ダメすみません。どうせ、あ、でもこうだって理由だって。これダメで、こうだって黒が勝ちだって、キリがあった。キリのこうだったら3個切ったら終わりって、もう終わったですね。どう計算？黒がさっき数えた感じだと四目半ぐらい。え、そんなに勝ってんの？いや、わかんないです。まあこれ白勝ってたらおかしいわな。整地しようとしてます。これでいい。いや、全然十取ろうとしてるのか。はい。すごいですね。これ整地するの。見物すごい、整地。相手のこれ見てないといけないんですよ、その整地。うん。まあ4目半ぐらいっていう。いや、ちょっと違ったかもしれない。でも最後、半個あれ1目半、3目半かもしれない。単純か、そう思います。うわ。めっちゃ大変です。すごい。あれ？途中見えてない。ああ、びっくりした。びっくりした。33と15。あ、いや、待って。びっくりした。あ、揚げ浜が。あ、揚げ浜。忘れてた。でもすごいぴったり。さすが。さすが、三浦君。もう一人。4問半分、1問半分だ。おー、1問半分だ。でもすごいですね、整地までいきますね。まあでも、おー、じゃあ、厳しい。踏めてやろう。踏めてやろう。これすごいですね、あの、間違えて石も取らずに、整地まで行って、しかもお互い相手の整地を見て、瞬間、もう何もかんですねって言えるのすごいですね。ちょ、全部崩す。すごい。境界線が一個も動かしてない。まあ黒だけど、だここが驚愕ですね。でもここが反抗だったから、ここがこう、それが白で今検討しようとしてます。うん、
やこれが何4目半4目半4目半ですね4目半はいということは本当は5目半だったこと1目サイズ損じゃないそうじゃない半角どうせ大事だ4目半2人だったのか、多分いや白が5角ってないからですけど、はいはい、ああそうか、はい、うーん1人の助けになるって片付けるの片付けはきついあめちゃくちゃ4目半ってことはあそこ損したよね。ここはね、この辺袋だもんだって。ああ、白いろいろやって、いろいろやって損したよね。だから元は良かった感じだな。この一歩しか。あの跳ねないで飛びぐらい打ってたら、こうやって出たぶんな。ここも白。雰囲気的にはな。あの羽がいって遊びみたいになっちゃったもんな。そう実戦ちょっと実戦の左上ですごい辛くいきますもん。あれあやってつけちゃっても損しちゃったしな。ここが全部。あこれもこれ。収納力。ここが全部。おおすごい片付けてます。結構自信持ってひっくり返さずに勝てます。そうしよう。片付けまでちゃんとやろうと。そう整地をしてさらに片付けしようとしてます。整地した時の黒と白の配置まで覚えてる。ちょっとこれ皆さん見てみてください。飛ぶ飛びなんとかをなんとかっていうあれでじゃあそこできちんと終わりまでやる。後を濁さず。ああ、そうそうそう。あ、これ出てる、ね。そういう感じか。はい、あとこれも黒っぽいね。この辺は全部黒。あの黒が見つかるかどうか。これも黒。ここなんか一点ぐらい黒出てる。これ黒です。これ黒だ。あれこっちここっちだこれ。いやでもこれちょっとこのあそこの部分はちょっと難しそうですね。注目だこれ。最後ちょっと残ってるな。これ黒だ。それこれも黒か。おお。当たってる。あと黒2つだ。あと黒2つ。これあと2つ。あ、それもあったけど。あと1つだ。これは白だ。それ白だ。これ白だ。さっき見た。ごめん。あと1つを見つけられるから。あと1つ。え、でもこの辺がぐちゃぐちゃだったの？ぐちゃぐちゃのところが1つだ。ぐちゃぐちゃのところ1つ。いや、それは違うと思う。孫さんの特徴力が出る。でもこれ多分1回崩しちゃってるんで、これ見つけられない。あ、ぐちゃってる。能力が使えない。もしかしたらないかも。いや、これ。いや、一つある、黒いでも多分これちょっと一回ぐちゃってやっちゃった後っぽいから、もうなんか神経衰弱になってる。それは無理っすね。いや、すごいすごい、いや、すごかったです。この辺、あ、これって一つだけある。出てたやつ。あ、それだ、それ電車って片付けてなんか変わってないの。じゃあ、どうですかね、今度それで終局まで行って、聖地まで行きました。すごい、すごいですね。いや、聖地それはすごいんですか。やっぱ、大西さん、なかなか聖地は大変です。そうです、なんか寄せまで打ち切ることは結構できるかもしれないんですけど、あと、ダメ攻めを覚えるって難しいんですよ。あの棋士が覚えられるって、その手の意味を覚えてるから、対局できるんですけど、ダメはなかなか意味を持たすのが大変なので、聖地はそれが必要なので、これすごいと思いますね。すごいです、うん、今まで三段二人をバカにしてた深く攻めてこれから二人を尊敬して生きていこうと思います。同じくでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。何人抜いて引きになるの生きてる。ああ、これ聞かないのか。聞かない。先打たないと次になる。抜いて押したら。いや、微妙。抜けると押せば。あ、膨らまれる。膨らまれるか。でもここ切りが残ってる。13路ですけれども、19路でも打てる。まあ、そこそこはそうですね。成長できるかはちょっとわかんないですけど。こんな、なんか結構複雑な、めちゃくちゃ小争いみたいな感じになると、19路だと、そっちやってるうちに、過去の忘れちゃうとかはもしかしたらあるかもしれないですけど、うん、13度ぐらいならそっちが覚えられてれば別に多分できないことはないはずなんですけど、でもただこうとかが絡んでくるとちょっと分かんないですね、やってみないと分かんない、目隠し碁よりは僕はできそうですけど、そうですね、目隠し碁よりはるかに簡単なので、あ、まあ、それはできそう。まあ、時間制限とかも当たったりすると話変わってくる。これが行って60秒とか、まあ、ゆっくり言ったり、ね、60秒ぐらいでも結構きついかもしれないです。
いや、あの驚愕したのは整地までされて、かつ最後片付けまで整地は、まあ、ちょっと驚愕したんですけれど、普通整地ダメ交換したりする時があるんですけど、それが一応やんなきゃ済んだの で、 そうです、ね、まだできたのと、片付けは僕はほとんどできてない